キジェットセブンの、ムービー、第2弾です。続けて姿木の百代浜ですね。今は鉄塔跡の下を潜っています。向こうの方に見える、お魚、黄色いのはカゴカキダイ、カゴカキダイの阪神タイガースみたいな、カゴカキダイの群れですね。いっぱいいるのは念仏ダイ、綺麗な、結構綺麗な、ちょっとズームアップすると、あ、この感じピントがちょっとボケてるかな。また戻します。ズームいっぱいいますね。たくさんいます。よく見ると本当綺麗なお魚ですね。あんまり名前はなんで念仏鯛っていうのかよくわかんないですけど、とにかく念仏鯛ですね。別にあれ鯛の仲間では全くありません。鯛とは全然関係ないんですけど、念仏鯛っていう名前が、ついています。カゴカキダイの群れはちょっと今向こうの方に行っちゃいますけど、これも、結構派手な黄色と黒の、ちょっと目立つ、お魚です。まあ、この鉄塔は太平洋戦争の、時の、日本軍の、施設の跡だと言われています。まあ、いろいろとこう歴史が秘められているわけですね。今日はね、透明度がちょっとあまり良くないんですけど、もうちょっと綺麗な時だと僕が真っ青に映るんだと思います。どうです。